ラメール。このコーナーでは貧乏神のキャラクターにあったキャラクターにあったテーマでメールを募集、ご紹介します、本日のテーマはこちら。放送禁止覚悟、あなたの変態エピソード募集。そして、あなたの口説きテクニックと、口説かれた、体験談募集ということなんですけれども、今回はですね、口説きテクニックの方もう送られてきてたんですが、あまりにも変態エピソードが多すぎましてなおかつですね、前の普通オタのコーナーとかいろんなところで盛り上がりすぎたがために、変態エピソード一本に絞りたいと思いますいいですか皆さん、この番組はそういう変則的な、番組ですからね、とはいえ次回で最終回ですちなみに川原さんはご自身が、変態だなとか、俺ちょっと変態っぽいかもしれないなっていうエピソードとか癖とかってありますか？まあ癖はそんなにないんだけど、友達の変態エピソードでガチで放送できないのが1個あるのと、じゃあダメです。ダメかー、面白いんだけどなこれ。普通オタの方に行きたいと思います。僕も言いたいところはあるんですけど、僕も放送できないと思うんで、やめときます。知りたかったら皆さん、別の機会で待っててね。はい、それでは早速ですね。リスナーさんから送られてきた変態エピソードを紹介したいと思います。その前に言わせてください。皆さん、放送できないものは頼むから送らないでください。面白いんですけどね、まあ送ってもらってもいいんですけど、紹介はされませんよ。僕らは大爆笑でした。頼むからもうすでにメールの段階で不正字が入ってるようなものは本当勘弁してください。言えないんす。言えないっす。はいね、その辺皆さん考えてギリギリのラインでね、ギリギリセーフっていうのをね、今後あった場合には送っていただきたいなと思いますよ。それでは参りましょう。まずこちらはですね、Sネーム 1000% 下野さんからいただきました。ありがとうございます。どんなに好かれてるね。ひろたんゲスト様こんばんは。先日私が遭遇した出来事をお話しします。私は地方に出ていて、1ヶ月に一度東京に買い物に出かけます。その日たまたま一人でラーメン屋の前で、入ろうか入る前か悩んでいたら、爽やかなイケメンが近づいてきて声をかけられました。まあここまでは良かったんですけれども、その男性に言われた一言は衝撃的でした。スタイルいいですねSM とか興味ないですか吹き出しそうになるのをこらえ、断りましたが、いやはやびっくり、都会って怖いですね。このラジオの SM 関係は好きですが、肉体的なのはちょっと皆さん気をつけてくださいね。すごいな。聞こえるんだね。ね、すごいっすね。SM どうですかってすごいな。あとさらに言えば、なんでラーメン屋の前でそんなこと言おうと思ったのか。なんだろう。予想がつかねえな。ああ、スカウト。ある意味ね、そういう感じのスカウト、もしよかったらこの後うちで働いてみないか的なスカウトが、どうですか僕を叩いてみませんかみたいなどうですか僕の女王様になってくださいませんか、そういうことなのかもしれないですね。わかんないですけども、ラーメン屋に並ぶあの女性はきっと僕の素敵な女王になってくるに違いないまあどうなのかわかんないです。そう思ったのかどうか、僕をチャーシューみたいに縛ってほしい河原さんはそういう願望が終わりだと。ないんですか？あるの？いや河原さんなら、いや僕はちょっとそういう趣味はあまりないですけど、僕は基本的に精神的にダブられる方が好きなんで僕肉体的なのはちょっとあれなんですけどいやーでもね、俺縛られたい願望とかねえからな。精神的にはどうですか？精神的にやっぱりでもなんかちょっと執着心の強い女性に縛られたいね。結果肉体的ですねいやじゃあ精神的にね、精神的に縛られたい、あなたを離さないみたいなシチュエーションにちょっと絡め取られてみたいなみたいなあるじゃん。まあ度合いによりますけどなんで今下野くんは優しい目で見てるのかな。なんか河原さん、なんだろうな、こう河原さんの背中にこうずっとしがみついてる感じみたいなのが、やめろそういう怖い霊体験みたいな話は、想像してしまってね、なんかそういうの河原さんありそうですよね。疲れたみたいな感じの。でももうここまでモテない人生歩んでると、そろそろ女の子に疲れたいわまあどうなのかわかんないですけど、それ募集なんで一瞬今 0.5 秒ぐらいシーンとなったんだよ。募集かけます？かけようか。はい、ということで、これを聞いていらっしゃる霊の皆様、もしもよろしかったらですね、女性限定なんですけれども、河原さんについてあげてください霊はいりませんので、肉体的な、現実の女性でお願いします。それでは続いてまいりましょうね。続きまして、Sネーム SM さんからいただきました。ありがとうございます。